はい、こんばんは、山城と申します。さあね、今日はね、何をやってこうかというと、キーボードレビューってことですね。買ったものレビュー、雑談でもしてこうじゃないかということでございますね。えー、っていうのもね、えっ、ー、と、どっかでチラっと言ってるから、あ、でもこれが先に上がってるかな。あのー、 キーボードを買いましたということでございます。後の々ちのちプラプラと喋ってるかもしれませんけど、このレビューの方先にも載しちゃおうかなと思ってますんでね、えー、あんまり関係ないのかなというところですけどね。えー、キーボードがね、まあもともとキーボードをね、ずっと使ってたキーボードがあったんですけど、まあこれなんですけどね、もともとこのロジクールさんの、えー、このワイヤーでそのね、キーボードを使ってたんですけど、えー、言うてもね、これも長いこと使ってるんですよね。ん これは10年ぐらい使ってるのかないつのモデルかなうーんと、ちょっといつのモデルか分かんないけど、多分ね、10年ぐらい使ってると思います。えっ、ー、とね、ノートパソコンだった時代に、ノートパソコンを使ってた頃に、前の昔のね、第3世代の i7 とかだったんで、の頃とかに、そのキーボードをね、あの天気的なこれにしたいなっていうのがあって、ん だったっけな。その前かその前のパソコン作ったとか結構長いことずっと使ってるロジクールネットを愛用してたんですけど、まあ、言うても私あの よくね、あのー、キーボードを使います。その、仕様作成とかね、えー、いろいろプレゼンのね、仕様、あの、会社のね、仕事のね、えー、いろいろ仕様作成とかをやったり、最近はね、今の仕事だと、あまりそんなに作り込みなかった、ないんですけど、それこそね、カラオケ屋さんで働いてる時とかはね、もうバリバリ店長やってたんで、それは毎日、えー、ガチ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 とね、えー、いろいろと報告ね、とか、レポートやらね、えー、売り上げ推移のね、データとかね、そういうのをね、やらないといけねえなとか、いろいろとありますからね、そうで、ね、 結構うまいと書うでも、その前はもともと、小説を書いたりしてましたからね、小説打ち込むって言ったら一番キーボードを使うんでね、キーボードは結構やっぱし大事だなということで、まあ結構長年、これの前から、えー、ロジクルールさんをずっとね、えー、使って、えー、いたわけでございますけど。 えー、いよいよねちょっとねえダ、ー、カの感じがねちょっとね、えー、だいぶ落ちてきてるところでちょっといろいろと中のところもちょっと壊れてきちゃってる、えー、ちょっとねダタがね来始めたんでまあ長いこと使ってますからねしかもそんだけハードな使い方をしてますからねまあそりゃ生む方も来るよなぁということでございましてえー、どうしようかなということでね、えー、思い切って、えー、キーボードを買い替えましたというお話をしていこうと思います。 えーとね、どっからいってこうかな。で、最初、えっ、ー、とね、一回、キーボードを買うにあたって、えー、何がいるかなと思って、まあ私はその、その、 いろいろと打ち込みをするっていう時にまあねその結構数字の打ち込みをすることも多い。あのエクセルで、ね、ガチ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 と数式数字をね打ち込むこととかも多い。えー、上に、えー、そのへ弊社編集、動画の編集するときに、ショートカットキーを結構テンキーに割り当ててるんですよ。でこれあのそのそキーと、えー、とえっね パワーディレクターの場合なんですけど、テンキーと普通のキーボードの1から0を分けることができて、普通の1から0では反応しなくて、テンキーのみで反応させて、ショートカットにするということができたりするんですよ。なのでね、それを結構使って、あのショートカットで、えー、いろいろカチカチカチっとやってるんで、テンキーは絶対いるなということで、最初ね、これにしたんですよ。 えーっとね、3話のね、3、え、話、ー、サ,サプライさーの充電式、えー、の、えー、ワイヤレスのやつですね、を、えー、買ってみました。これもね、安くてね、あの、悪くはなかったです。あの、使ってパッと使ってみたんですけどね、えー、使ってみて、あのー、いいですね、ということでございます。これはね、えー、っとね、パンタグラフ式のやつですね。えー、っていうのは、まあ、ある程度耐久性が欲しいなというので、これは、えっ、ー、とね、えー、いわゆる、えー、このね、えー、一番最初にもともと使っとったのは、これは、えー、っと、 なんでしたっけエレメント式でしたっけえっ、ー、とな、なんていうんだったっけな。ああ、すみません。えっ、ー、と、メンブレン式ね。メンブレン式っていわれる、まあ一般的なやつ、えー、に使われてるやつなんですけど、まあ、えー 多少ね、耐久性があれですけど、いや、えいですよというふうに言われているんですけどね。あとはいえね、ロジックーズのやつね、やっぱし持ちましたね。全然持ちましたし、今も、あの、よく使うキー以外は全然、えー、普通に生きてる感じですね。エンターキーとかは強く作ってあるのか、エンターキーはまだ大丈夫ですしね、えー、とかっていうような感じ、えー、だったりするんですけど、 あまあ、定期的に清掃とかしてましたしね、あの、木、あの、外してね、シャシャシャとはやってましたし。えー、なんですけど、まあ、もともとそのノートパソコン長いこと使っとったっていうのもあって、パンタグラフ式のね、打感えー、嫌いじゃないというか結構好きなんですよ。なのでね、まあ、せっかくだっしじゃあ、長いこと使うのもね、想定してね、パンタグラフ式にしようかなと思ったら、結構ね、お安いなら3 0 0千円ぐらいだったかな。えー、っていうのでね、えー、3はサプライズさんのやつ買っ,ったんでね、これを買ってみましたと。 えー、いうところだったんですけど、えっ、ー、とね、多分いライトなユーザーさんだったら、これも全然おすすめです。あの場所もね、小スペースで、これね、サイズがね、箱からでも分かるかな、あのもうあの、ワンサイズ、だいぶ、これのやつよりもね、ワンサイズ小さくなっておって、かなりあのコンパクトになってるんで、デスクがね、そんなに広くないデスクだったら、えー、本当にちょうどいい。 いいですし多分普通に軽くあのキーボードをねちょっとパスワードを入力とか、まあ、基本的にはもうねそのガチガチと,、えー、とワード入力とかしませんよとかってまあ、ワード入力も簡単なワード入力とかだったら全然いいんじゃないかなでキーボードと点キーはついてるんで多分簡単にちょっとねカチカチカチとちょっとグラフを作るよくらいだったら全然これでもねあの問題なく、えー、使えると思います、えー、ですけどねこれねちょっとね唯一 何、えー、点があってあの、私も勝手が気づいたんですけど、あのホームエンドが、あのホームエンドの,あのボタンとか、十字キーがここら辺にあるんですよね。えー、これがねその、編集でガチガチガチっとね、もう私、あの超せっかちなんですごい、バタ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 打つんですけど、その時にね、やっぱね、ここの点キーがあるとね、位置がね、ちょっと。 あの押しづらいずれるる感じがあるんですよねであのファンクションキーを押しながらだとエンドとかができるっていう形なんで普通にね多分、うん、カチカチカチって打つぐらいのね パチパチパチ,パチぐらいでね、打つ感じだったら全然これでもね、問題ないんですけど、私みたいにガーってね、ダダダンバ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 ン,ンって感じでね、やってくる人だと、えー、ちょっとね、この位置がね、かなりちょっと、いざ使い出してみたらね、ちょっとストレスがたまるなということだったんで、あこれはちょっとずっと使っていくにはちょっとしんどいなということで、さあ、どうしたものかなと思って、じゃあもう、いっそのことをこれにしたろうということで、えー、こいつを買ってやりました。 それがですね、これです。ここから本題ですよ。長いね、本題に入るまで7分かかってないじゃん。普通の人だったら締めにかかってるとこだよ。えーっと、で、今回買ってきたのが、よいしょ、えーっと、どこ行ったダイレクトキャップ。これですということでね、じゃじゃん。これは、えーっと、ロジクールの、えー、ゲーミング用キーボードですね。 ゲーマー向けのキーボードとして開放されている G512 カーボンっていうタイプ、カーボンタイプのやつになってますということでございます。で、これが、よいしょ、ロジクルのマークに入ってます。えーと ゲーミング用ですよね。えー、っていう形でございますね。ということで、まあゲーマーでもないんですけどね、なんやかんや結構配信用のマイクも買ったりとかね、えー、して、えー、これっもね、買ったんでね、おっと、なんか、いよいよなんかゲーマーのデスクっぽくはなってきましたけど、これがですね、よいしょ。ってことでね、買ってきたんです、この、えー、キーボード。 えー、これはね、いわゆる、えーとね、メカニカルタイプって呼ばれてるやつで、えー、と構造がちょっとね、えー、そのいわゆる、えーとえー、フェンメルフェンメルじゃない、何だったっけ あメンブレン、メンブレンと、えー、は、えー、基本的にちょっと構造が違いますよっていう形になってます。まあ簡単に言うとこっちの方の耐久性が高くて、えー、カスタマイズ性と耐久性、えー、が高い分、お値段もちょっと高いということで、今回ね、 多分、キーボードで初めてかな。1万2000円ってことは、1万円オーバーのね、キーボードを買ってきました。まあ、元々そのね、ね小説とかも書くっていうことで、キーボードはね、多少こだわりがあって、まあ、ずっとロジクールかな。えー、多分、XP の時代からはもうずっと,、えー、とロジクール使ってる。多分20年、20年年 くらいかな大学のレポートとかを書き始めた時にちょっといろいろキーボードをガチガチと触っておってそれまでは普通に FMV のね Windows95 とかの時は FMV のデスクパワーだったんでそれのねやっと使ってたんですけど、えー、それからと比べるとそこからロリクール何もん メーカーカ言ったんですよね安いメーカーとかも行ってみたんですけどロジクールが一番キー配置あのそれこそ,その、まあ、私ちゃんとしたブラインドタッチできないんですけど簡単なブラインドタッチはできるのでそれで小説とかを書くんででカーッと書くときと あと、ね、英文を打ち込む時にと両立性、日本語の入力もしやすいんですけど英文の入力もしやすいで、えー、ショートカットキーとかの、えー、キー配置が、ねえー、結構ストレスフリーであのしっかりと独立してるんであの打,ち打ちやすいというのがあったんですよね。 うんまあ、ただ、その代わりちょっと大きいんですよね、ロジクールマイクロソフトのオフィシャルのやつでもっとなんか大きいやつもあった気がするんですけど、えー、っていうようなところはあったんですけど、まあ、えー、あの打ちやすさの方が、まあ、私は結構ガツガツ打つのが、まあ、昔からね、キーボードの仕様は結構ハードな方なんで、いや欲しいなというところで、ずっと使っていたわけでございますけど。 えー、ただね、さすがにね、このね、えっ、ー、とメカニカル構造っていうのはね、お値段が高いんでね、なかなか手をた出すことがなかったんですけど、まあ、せっかくらしいなぁと。で、動画編集で私、あの他の人の動画編集見てると、ほぼほぼ大体いいマウスで終わ、えー、らせている人が多いんですよね。えー、なんですけどね、まあ、私はあのめちゃくちゃそのキーボードのショートカットをあのフルカスタマイズして使うんで、えー、だとするとね、えー、この、えー やっぱしまだまぁキーボードがっつり使うぞということで、このーゲーミングキーボードを買ってみました。ゲーミングキーボードというよりはメカニカル構造のえーとキーボードにこだわった結果、そうすると結局オフィス用のちゃんとしたメカニカルのやつになると2万円とかになってくるんで、で、じゃ逆にゲーミングキーボードってあんまり基本的にはこの10キーが付いてるのが少ないんですけど、代わりに実はこれね、10キーをあの 追加でさ,させる用の実はあの USB のあの穴がね実はあったりするということなんですけどどにあるかな GX ブルー、えー、どっかに書いてあるかなここね USB がありますよというふうに、ね、なってますけどこんな感じで USB の穴が実はここにねついてあのあ見えダメだめだ有線でつながってるか無理だ、えー、っていう感じなんですよねっていうことで えー、すごくいい感じになっておりますよということではですね。実はこのね USB のコードがここにあるってなってますけど、マウス用のキーボードにマウス用の穴がえっ、ー、とねソケットがついてるっていうのはえっ、ー、とね Windows95 の前 PC9801 とかえっ、ー、とね私が触ったことあるやつだと FM タウンズタウンズのえっ、ー、と PC が えこれですねえ、タウンズっていうか FMR か、あの時触っとったの、FMR50 っていう機種があるんですけど、知ってる人は知ってるかな五院ーショッピーの時代の話ですからね、もうおじさんも若かった頃の話なんで、ずいぶん昔なんですけど、あの頃のやつって、マウス用のそのインターフェースがパソコンの本体なかったんですよね。まだそのマウスっていうのが普及し始めてもなかったかなぐらいなんで。うん なんで、オプションでそのマウスがつけれるみたいな感じだったんで、キーボードからマウスのような、えー、コードが伸びるっていうような構造だったんですよね。あの、あのソケットがあってねで。そこに挿すと、マウスがオプションで使いますよっていう感じの作り方だったんですよね。うん、キーボードの補助みたいな感じだったんですけど、えー、実は、えー、とこれもそれと同じような感じで、マウスをここからつなぐことができるようになってるらしいです。で、あの、すごいのがね、 さすがこのあたりはゲーミング用 PC だなと思ったから、ここからそのマウスとか、えっと、コントローラーも取れるのかな、えー、なんですけど、まあ、マウスがおすすめみたいになってましたけどね、コントローラーはやはり、あのゲーミングの,、ね、このキーボードとかまでこだわる人だと、基本的にはあのやはり反応速度とかすごくこだわるんで、あでそのあたりもこのメ,カニカ、えー、メカニカル構造は、ねえー、強いよっていうところがあるんですけど、ここであ当たるっていうのがね、あのわかるんですあの、ね。当たる感じがわかるんで。うん あのすごくその細かいあのゲーミングの0.0何秒とかをね争う世界ですからそうすると、えー、そういった感じで,ですので、えー、そのコントローラーとかは多分独立して取るようになってると思いますで私の使ってるパソコンはそのゲーミング PC じゃないんですけどまあでもライデンの7積んでて一応 GFORCE の、えー、GTX GT のね、えー、グラボも、えー、積んでますんで えーとね、ゲーミング PC とそこまで遜色はないのかなっていうか、正確に言うと、そのカスタマイズの仕方をクリエイター向けにカスタマイズしてるんで、えー、ゲーマー向けだったら、もっとちょっと電源、電源は同じくらいというか。 電源は強い、これもあの外付けでいろいろハードウェアとか、一応付けれるあれにはなってるけど、その付けるハードウェアが、えー、こっちの場合はいわゆる内蔵のハードウェアあのですから、HDD をあの10個、えー、連続であの内蔵の、ね、ハードディスクを 10, 10連とできます。だから、8テラの、えー、やつをね、えー、やつを10個、ね、買ってきたら、8 0テラのパソコンにで,できますっていうよう,なような方に特化してるんですよ。うん ですから、それを動かすための電源はあるんで、電源自体は強いんで、ちょっと改造すれば、一応ゲーミングっぽくも使える。というか、あの、多分、配信をせずにゲームするんだったらいけると思います。a p はきついかな、あの手のやつはきついかなという思いますけど、普通のゲームだったら全然できますよ、というぐらいのスペックなんですよ。メモリーも 24GB ありますね。メモリー24もなかったっけ何 GB だったっけ えっと、メモリが、えっ、ー、と、メモリは16か、うん、ですけどね。で、i7 で、えっ、ー、と、グラボも、ね、一応 GTX1660 ですから、まあ、まあまあまあ、簡単なゲームなら全然問題なく動きますよっていう方なんですけど、というような感じにこだわってるような感じです、すこれがゲームに特化していくと、さらにね、その、えー、使うね、ギアっていう、ね、ギアって今でも言うのかな。 そんなに古い言葉ではないと思うんですけど、えー、とギアですね。いわゆる、えー、とマウスとか、えー、あとはあの、ね、例えばゲームによってはその、ね、レーシングゲームするんだったらこうやってね、あのハンドルとか、ね、ブレーキペダルとか貼ったりするじゃないですか。えー、他にもね、いろいろと、えー、ツールがあって、うちも昔ジョイスティックとかは持ってましたね。Windows95 の時代とかだったらジョイスティックとかはつないで持ってましたけど、そういうのとかが。 えと同じ USB でつないでてもやはりねつなぎ方によって反応が変わってくると、えー、いうことで、えー、反応速度のね、えー、ちゃんとレスポンスのいいような仕様にしていかないといけない、えー、あまりねタコ足でつなぎつなぎだとちょっとその辺りのレスポンスが普段多分あのビジネスとかでカチ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 打ってる分にはそんなに気にならない、えー、ぐらいのレベルにはなってるんですけどそれでもやっぱしね0.100分の1コマとかねいうのをねあの えーねえー、60fps だったら、えー、60分1秒間に60フレームですから、えー、と1フレームあたりが60分の1秒。 0.02秒とかっていうようなところですから。っていうところとかでね、その勝敗を分けるよとかっていうような戦いをするっていうときには、この辺りとかをしっかりとこだわるんですよね。っていうところでいくと、このやつも、マウスのやつがここの追加であるんですけど、何がすごいって、マウスをあのちゃんと動かす用と、電源をあの二重で取るようになってるんですよ、これ。の USB の、えー、と、ですか接続が普通キーボードの、のあの、 USB だったらね、1個のね USB つないでたら普通にキーボードが動くなんですけど、これ2つあって、えー、要はそのやつでレスポンス速度が遅くならないように、そのあたりとかもちゃんと紙がされてるんですよね。すごいで、多分これ、あのゲーミング PC なんで、あの光るんですよね。あの実はこれ、キーボードが光るようになってて、今も七色にずっと光り輝いてるんですけど、これがね、あの、ういうような、ね、えー、あの 効果もあるんで、それとかをするためにも、その2つ取るっていうのがね、ちょっと独特かなというところがありますね。まあ、この辺りとか、やっぱゲーミング PC、ちゃんとこだわってるなというところがあったりしますね。で、えっ、ー、とね、ちょっと専門的な話を先にしておくと、えっ、ー、と、今回、えー、使ってるのは、これね、この中で色がで、バックライトが出ますよとかっていうのもありますけど、えー、今回は、えっ、ー、と、 詳細は後で説明します。えっ、ー、と、青軸にしましたというのは言わかないといけません。まあ、これを見ていただいてるね、もうパス、キーボードめちゃくちゃ詳しいよっていう人なら、ああ、そうなの、青軸なのねっていうふうになると思うます。まあ、ちょっと、ああ、青軸に行ったのってのはなると思います。ここにもね、出てますけど。 えー、ブルーっていうことで青軸クリッキーってなってます。これね、えー、と普通の,そのキーボードだとないんですけど、さっき言ったようにカスタマイズ性が高いという場合、取ったところの一つなんですけど、ここの軸が、えー、とカスタマイズできるんですよね。でえー、と基本的には、えー、青軸と赤軸と緑軸かっていうのがあります。で 一般的には何どれが人気なんだろう緑軸と赤が人気なのか赤がリニアですよね。ですから、どっちかというと、えーとえー、静かさとかあの、軽さがあるのが、えー、と確か赤だったかなっいうような感じらしいんです。で、内、え、側、ー、持ってきたのは、このブルーっていうのは、えー、どっちかというとハードモード、硬いタイプですね。クリッキーっいうで、押すときにね、これ押して大丈夫かな マイクの軸がダメになってた。えー、あんな感じでね、えー、音が結構カチカチカチっとした、えー、クリックするねパ、マウスのこのクリックをするときみたいなね、えー、感じの、えー、もっと硬、えー、い音がしますよね。つまりこれね、ちょっとね、打感が硬めになってます。っていうのも私はさっきも言いましたガチガチガチって打つんで、もともとどっちかっていうと、あの、なんていうの、タイピングモードか、えー、とハードタイプなんですよね。あの ゆっくりねソそソって打つタイプじゃなくて昔からもうどっちかっていうとめちゃくちゃ音鳴らすバチ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 あの音鳴らしながらあの打つタイプあのガン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 っていう感じのね打ち方をするタイプなんで、えー、まあもともとですから結構あのキーボードに対する負荷はかける方なんですよね。えー、っていうところでいくとこのねしっかりとした打感があるっていうふうにちょっと。 強い打感の人はこっちの方がいいかなと思ってね私みたいにガツガツ打つ人にはこっちの方がいいかなと思って青軸にしました本当はこれねちょっとね大須に行こうかなって迷ったんですよあのオースとかああいうところに行くとゲーミングあの,のツールとか売ってるところあるじゃないですか で、えーとね、がっつりその組んであるところだと、キーボードもやっぱり軸ごとにいろいろシラできるところがあるらしくて、一応ねあの、オースにもあるらしいんですよ。っていうのがあるんで、そこでちょっとこの実際に私も赤とかその緑とかその、えー、メカニカルキーボードをちゃんと触ったことがなかったんで、 一もちろんその,その青じく赤じくどれがいいかちょっとどれが自分に合うかわからんであのちょっと売ってみたいんですけどシダさせてもらえませんかって言ったらそういう専門店のところ、ちゃんとそういったシダ用のやつがロジクールも多分置いてあります他のメーカーさんでもあのそういう風に、えー、してあることが多いらしいんで、うん、当然ね店員さんもああどうぞあのまあねこれまあ1万円多分安いので1万円 かなあまあ一応8000円ぐらいからあるか。あの天気がないタイプが多いんでゲーミングキーボードだったらね、えー、8000円ぐらいからはあるんですけど今回ちょっと天気が、ね、あるやつにするんでそうするとちょっとねどうしても値段が上がるっていうんでね、えー、いうふうにはなってますけど、えー、高いやつだと23万とかしますからっていうとねまあいいお値段になりますよねってことなんでね当然そういったね打感の感じをね確認させてもらうこともできるらしいです。うん なんで行こうかなと思ったんですけど、ちょっとね、もうガタが来て、で、ちょっとね、今週末、ちょっと、まあ、ガッツリ編集しないとね、いけねえなっていう、ちょっと、いうので、うんと、2日後には編集をガッツリやらないといけないってなると、あ、これはちょっと、あれだな、間に合わないなということで、うん。それで、えー、今回ね、えー、通販で、まあ、多分聞いてる、レビューとか見てる感じだと、うちの打感に合ってるのは青軸かなと思ったんで、青軸を買ってみましたよ、という形でございますね。 えですので、このクリッキーな青軸になりましたと。今の音は、ですから、そのメカニカルタイプだったら、今のようなカチカチの音が鳴るっていうわけではなくて、えー、この音はちょっと、このえと青軸はかなりえ特有な音にはなってると思います。っていう感じですね。で、えー、買いましたよ。でもこれね、かなり高級感があってね、えー、実際にこれが買ったやつがこれかな。えーと こんな感じ、えー。あ、これね、その USB なん,なんです、ね、こんなとこになって、えー、追加でできました。まあ、今使ってるのがワイヤーですね、使ってるので、これはちょっと使ってないですし、あの、こっちのね、あのやつも、その、ゲーマー、ゲーマー用もそれなりに、多分3.0のインターフェースが多いと思うんですけど、こっちもこっちでね、その、いろいろとカスタマイズできるように、その、クレーター用なんで、一応、マイクやらカメラやらサブモニターとかつけるよねっていう前提では作ってあるんで、えっ、ー、と、モニターコードも、あと2本。 モニターと2つぐらいをつけてるかなあっていうような感じのデフォルト設定になってるんで、えー、そういうような、ねえー、ところとかインターフェースがしっかりあるんで、まあ、そのソケットもいっぱい、えっ、ー、とね、なんだ、まあ、追加のソケットも買ってるんでね、えー、と15個ぐらいあるのかな、USB の穴がいっぱいありますからね、まあ、そんな、今、余裕はありますよってことなんですけど、この辺りとかもやっぱ嬉しい仕様ですよね。で キーボードがこんな感じで、えー、これで見てわかるかなえっ、ー、とね、かなりあの出っ張ってるんですよね、このキーボード。立体性が高い。ここで見てもらうとわかるとえっ、ー、とね、もっと分かりやすいとこあるかな。えっ、ー、とね、これ、外箱だろあこんな感じね、これ、横からのぞき込んだ感じなんですけど、こんな感じで、かなり、あの、普通ね、キーボードっていうとね、ちょっとピコンって浮いてるぐらいなんですけど、これね、がっつり浮いてるんですよね。 レ、えー、れって、果たして使い勝手どうかなと思ったんですけど、また後々細かい説明はしますけど、これが非常にいいということは結論付けておきます。えー、非常に良かったです。っていう感じですね。っていうような感じで、まあ、こんな感じでちなみに、えー、と光りますよと、えー。ちょっとね、これだとね、ちょっとね、わかりにくいですけどね、実際はね、えー、結構、えー、きれいにグラデーションがかかって、さすがゲーミング。 キーボーボドねっていう感じがしましまたでいうところなんですけどでね早速使ってえっと1週間丸1週間、えー、使ったのかな、えー、っていうところでまあそれでねちょっとレビューをしてこうかなというわけなんですけどまあ、えー、結論から言うと さすがあの、やっぱね、1万円超えるキーボード、いいな、ということでございますね。えっ、ー、とね、めちゃくちゃストレスがなく打てます。まあ、多分、打感に関しては、結構や、やっぱ硬いな、というところはあります。これは、まあ、さっきも言ったように、同じぐらいの値段でね、その赤軸とかにしたら、もっとソフトなやつになるので、多分、一般の人だと、そんなにあのガチガチ、ガツガツガツって打つタイプじゃない人だと、えー、多分、ソフトの方の方がいいと思います多分、あの、なんて言ったらいいの 多分これ、配信とかでガチガチガチって打ってたら、多分音は入ると思うんで、あ、音を入れたくないなって人はあれですし、これをね、カチカチ感の音をね、楽しみたいよっていう人はね、えー、多分こっちの方がいいと思いますね。すごくあの、久しぶりに、ああ、パソコン使ってるなって感じがありましたね、えー。このね、カチカチ感は嫌いじゃないです。で、やっぱフルキーボード、フルタイプのやつなんで、 えっと、さっきもちら,、えー、とちらっとね、出てましたけど、えー、ここのね、えー、やっぱね、えー、エンドボタンとか、このあたりとかが、インサートボタンとかが、えー、あるのが、やっぱしね、これがね、特に動画編集するとき、意外とこのね、エンドボタンとホームボタン、よく使うんですよ、えー、ページアップもね、このあたりのボタンをね、意外と使ってたんだなっていうのがね、わかりましたねで、まあインサートボタンはそんなに使わないですけど、他のボタンは結構使いますねっていう,いうのが、えー、やっぱしいいなというところでございます。 この辺りとかがやっぱしあるのはいいねというところが一つ。で、えー、あとは、なんだろうな、このね、やってだと、えっ、ー、と、いざパッとね、夜ね、パッと見たときに、ね、やっぱね、光ってるとね、めちゃくちゃ見やすいです。あ、この木ここだなーっていうのかな、分かりやすいです。で、えー、したら、えー、今回この黒にから光るやつにしてみたんですけど、あのー、これだと、そのね、例えば、今映ってる、 この画像だと多分この8の下にカッコとかがあってとかっていうのがありますけどこれが多分、えー、と一般ネット逆かな一般のやつは基本的にシフト えとシフトで押したやつが上に書いてあるんですけど上下が逆になっているんですけどまあまあ光ってるからそこまで分かりにくくはないかなと思うんですけどもしかしたらちょっとそのちょっと使うよく使うよっていう人だと、えー、この辺りとかがちょっととんまだうのかもしれませんね。がっつり使ってる人だったらそもそもそこまで確認しないで8のところだよなとかってね、うん、考えもせずにピョッと打ちますからね。うん ですかかららそんななななにに気にならないかなっていところなんです。これがね実際にねこの光ってるとね、えー、光ってるところだとこの下のや,やつ自体がちょっと正直ちょっと見にくいかなっていう時があります真っ昼間とかでガンガン明るいとそんなにあれなんですけど意外と蛍光灯の明るさとかだと、うん、ちょっと打つ時にんあちょっとい,い,ざいざパッと見てみるとちょっと,、えー、と見にくいかなっていうところはあったりします まあただこのあたりも基本的にはもうブラインドタッチでやるよっていうレベルの人とかが使うんで多分まあそんなにこんなにはならないのかなっていうところです。はーのキーボードの配置自体はいわゆる日本語配列のシフトのところの準拠してるんでそんなあんま言うことはないと思います。これが英語配置だとねあのキーボードの配置があの この辺りとか、ハテナの位置とか、えっ、ー、と、イエマくもないですしね、えー、この辺りとか全部違うんで、実はちょっと苦労しそうなんですけど、えー、と、その辺りは問題なくとか言います。で、えー、とね、あとは、良かった点が、そのカチカチ感とかも、あの、いいんですけど、さっき言っとったように、これ出っ張ってるんですよね。これがね、あの、すごく、あのね、位置合わせしやすいです。えぇ、ー、とね、なんて言ったらいいのかな。 普通、あの、ブラインドタッチするときの位置合わせって F と J に合わせるんですよね。F と J にボッちかといてるんですこで、このボッち自体は実は正直こいつはそんなにでかくないんですよね。えっとね、どこにあるかな。 F と J。こんな感じでね、J のところと F のところにポチポチがあるじゃないですか。これでブラインドタッチの位置を合わせるんですよ。ここで位置合わせをして、人差し指をここに置くんですよね。お互いの人差し指を置いて、そこからの位置で基本的にはブラインドタッチってやるんですよね。ここは1つ上の J から1つ。 J にここに置いた時に中指がピュッて上に動いたところが i だよねえ普通に置いたところが k だよねとかで j から下に人差し指を下に持っていくと m になるよねとかうんでちょっと奥の方にやりながら持ってくと n になるよねとかそういうような感じでうんえ基本的なブラインドタッチでやっていくんですけどえとそれに関して言うと最初合わせる時にえとね他のロジックールのに比べると えー、この中にね、前使っとっと,とかに比べると、こ、う、っ、ん、チの大きさはそんなに来らいのかなでも、その、打ち切れてるところにある分、全体的にゴツゴツしてるんで、ちょっと一瞬、この、えー、位置が分かりにくい。ってのはあるんです。ってのはあるんですけど、ただ、反面、これ、キーボードがこんだけ尖ってるんで、小指で、えーの、位置合わせができます。小指を、 えっとねコントロールのコントロールキーの何て言うんうえっ、ー、とね最近分かってきたのはここのコントロールキーの下に指を当てておくとちょうどねあのー、F の位置に自然と人差し指が来るようになってるんでここで、えー、ブラインドタッチ用のえっ、ー、と合わせができますで、えー、ここからコントロールキーとかを押しながら、えー やったりとかするのに、このね端合わせが指で端っこをバーンと押さえたればすぐにパッと打ち合わせができるんでスッってやってその F と G を探す時って意外と中小中これこれかかるんですよねパッと合わせた時にああここねぐらいの時間があるんですけどこのと端合わせだともう「はいあった」になるんであの いやちょっとのせいやないかと思うかもしれませんけど、これがねねもうねせっかちな人からしてみたらねめちゃくちゃシームです、うん。あのね、パンとできるんで、おおほほほほ、めちゃくちゃこれになれるとはめちゃくちゃ楽ですし、これその独立してるんで、十字キーと点キーとエンターキーとかがあるこのメインのところね、こことこことここで、ポンポンポンと右手の小指で位置が合わせれるんですよ。なので、ペホームキ,ペキーとかも、 10キーもすごく位置合わせがしやすいですブラインドタッチの位置合わせがめちゃくちゃしやすいですまあ、これは多分私が 6G クールのキーボードのキーハイレットに慣れているのもあると思いますけどあのすっごくこの辺りが思った以上に感覚であの合わせやすい っていうのがあるんで、あ、これは飛び出てるキーボードってこういう特性があるんだっていうのはね、ちょっとね、初めて知りましたね。いざ、本当にこの飛び出てるこのメカニカルコートのやつを使ってみたら、これは一回、あの、入ったら離れれないわって、いちいちこ、これが、あ、この時間の、変なのが出てきちゃいましたけど、 ポンで、ポンで出ていけるっていうのはね、めちゃくちゃ、これいいなというところでございましたと。これが正直一番大きいかもしれない。このキーボードに変えてよかったところの、うんですね。で、まあ優先なんで、ちょっと場所は、えー、取るかなっていうところなんですけど、まあ正直実はこれデスクを書いて相当広いデスクになりましたんで、まあ正直こんだけ広いデスクだったら、 ぶ,ぶっちゃけキーボード場所を使えるようにしてねどうせ容器使うんだかって言ったらねこっちの方がいいなという感じですね、うん、ですからちょっとでもそんなにでっかいっていうわけでもないんで普通にあのデスクがあるんだったらそんなに問題ないと思いますやっぽりシスペースでないとねあのちょっと場所が取れないんですよとかっていうような場合でしたらちょっと、えー、大きい場所にあれかなというところですけどまああとあの,そのソケットを2つ使うんであれですね あの安いあのノートパソコンとかの,あの補助で使おうと思うとそこでソケット3つしかないソケットのうちの2つ取られるとかっていうふうになってきたりしますんでね、えー、やはり、えー、そのあたりとかは、えー、ちょっと苦労があるかもしれません、うん、まあまあその分1個は出てるんです。結局1個分にはなってるんですけどね、うん いや、それなりとかもね、えー、ケースバイケースなのかな。まあ実際にもだからこっちの方が使い勝手はいいと思います。あの単純にやっぱしあの高いだけあって、えー、上位互換ではあります。うんですのでね。えー、うんまあ、基本的にはあの誰が使っても多分慣れてきたら、これに慣れたらもう,もう多分戻れないよね。っていう。もうすでにあの1週間でこの特に橋の位置合わせ。 ブラインドタッチするときに、チの打ち合わせがね、めちゃくちゃ編集するときにね、めちゃくちゃね、サクサクできるのでね、なんならその反応速度の方のが、ちょっとあのあの今はレスポンスに、んっていうのを感じるぐらい、こっちのキーの打ち込みは早くできるようになってるんで、これはいいなというのが正直な感想ですね。あと、いざ、ぱっと見たときに光ってるんですごく視認性が高いんで。 あのこれめちゃくちゃ見やすいです。うん、っていうのはありますね、うん。っていうところかな、ということなんでね。まあ、これをちょっとね、このやつでね、これからもガンガン編集してね。えー、もしかしたらこれでね、編集ペースがめちゃくちゃ上がるかもしれません。8月とかもうバカみたいに動画が上がるかもしれません。まあ、実際上がるかもしれません。今ね、えー、ガツガツ編集しとったらね、このね、あの週末、えー、週末、週末2回で、えっ、ー、とね、何本作ったの今ね、ストックがね、急、 110本とかストックまで行ってるっていうことなんで、まあまあまあ、ガンガン作れるでしょうということでね、これからもどんどん作ってね、とにかくコンテンツ数を増やしていくぞというね、えー、形式でやってますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。あとは、えっ、ー、とね、えっ、ー、とね、唯一このやつだと、ちょっとね、えっ、ー、と、えー、そうか、えっ、ー、と、難点としてあげることがあるとすれば、一つあの、これ、 音量キキーーががななくっったたんんでですすよ。よ前はあのメディアキーがあったんですよね。ここに、あの、前とか撮ったロジクールのやつって、えー、ここにね、えーと、メディアキーっていうのがあって、これで再生とか音量を下げ上げ下げしたり、ホーム画面に戻れたりとかってのがあったんですけど、えー、このボタンがなくなったんですよ。えー、このやつにはないんで、えっ、ー、と、そこは、あれかな、特に音量設定がパッと、えー、ちょっとできなくなったのが、 あえっとね、今一応ファンクションキーを押しながらだと音量設定はできるんで、毎日バイトやったやとかだったらあれですけど、パッとね、変えたい時とかに、えー、ちょっと今戸惑ってるなというところはありますね。えー、ただ、このあたりも、えっとね、もう一つワングレード高いやつになると、それこそその、えー、音量調節キーとかはもちろんのこと、ただこれってその、えー、とメカニカルキーで1つ増やすごとにすごくその 経費がかかるんですよね。ですから、その、えっ、ー、とね、1万5千円から2万円ぐらい出してくると、そのあたりのボタンもついて、さらに、あのメディアボタンって言って、えー、私も今から配信やってる時に、画面をさっきからちょろっと書いたりしてるじゃないですか。こんな感じで書いたりとか、あとは C と CM が入ったりとかね、いろいろとできたりするんですけど、あと何だったっけ えー、こんな感じでね、今ちょっと配信の準備とかしてるんでこういうような感じで画面用意したりとかやってるんですけど、えー、こういうようなこととか、えー、を、えー、やったりするときにこれをねキーボードでこれの画面切り替え専用のああの、あのキー配置があったりとかするらしいです。ああののそれ用にあの コンボ用ののそういいっったた液晶のやつを買ったりするる人もいるんです結構配信者だとそれ使ってる人多いんですけど9ボタンからなんかいいやつだと12ボタン16ボタンあるやつもあるらしいんですけどそれであの効果音とかブブーとかピンポーンとかいろんなね音とか BGM の切り替えとかをカチカチカチってあのシームレスにやってる人は大体それを使ってるんですけど、えー、それの紙版、えー、みたいなやつまでが もうキーボードについてくるようなやつもあるらしいんで、あの結構ゲーミングとかでチャットとかをカチカチやるような感じで、えー、とかでいろいろやるような感じの人の場合には、この辺りとかも結構有効になってくるのかもしれません。さすが。でもやっぱいいキーボードはいいなというのが、特にこのメカニカルがね、ここまで使い勝手、使い心地がいいのかっていうのはちょっと意外だったなというところですね。えー、想像以上にいい感じで使えておりますという感じですね。えー えー、40分も喋ってな、ね、いじゃん。残念じゃん。他のやつね、いろいろと喋らないで雑談やと、いっぱい頑張ってるんでね、一、え、応、ー、撮ってきやないといけませんのでね。まあ、こんな感じでね、キーボード、いいキーボードでね、これからもうどんどんといい作品を作っていきたいと思っておりますの、ね、で、どうぞね、よかったら高評価とかね、チャンネル登録とか、えー、いろいろしていただけるとありがたいです。ということで、この動はこれぐらいで、えー、締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。まずこのカメラの位置にまだ慣れてないっていうね、<laughs> いい加減こっちになれるよな。 つい,つい画面見ちゃうんだよなこっちとかに置いた方がいやでもなやむやむ見たいもんなやっぱしなうんダメだこりゃ。